保障の議論っていうのは最終いついかなる時に日本国民はその血を流す覚悟ができるかってことなんですよ。これはねやっぱり本質、いや本質ですよ、本質ですよ、ね、安全保障の議論っていうのはつまりどういう時なら戦争していいんだということを国民と共有するプロセスだと私は思います。